おしゃれする？おしゃれしよっか。ミミちゃん、びっくりした。今日洋服着よっか。そろそろさ、おしゃれ時だよ。もう夏終わっちゃうからさ、洋服着ておしゃれで綺麗にさ、女の子なんだから。ちょっと練習してみようか。毎回練習してダメだったもんね。おりゃ、よし。はい、今日ミミちゃんに着させてあげる服こちらなんですけど、ダメ、噛んじゃダメだって。はいはいはい、ああ持っていかれました。ミミちゃん服返してよ。ダメだよ。はい。これです。この A って書いてあるやつ、これ何だったかな。横浜の高島屋で購入した服なんですけど、ミミちゃんサイズがあんまりなくて破れるよ。今この子が体重が 1.4 キロちょっとあるぐらいなんですけど、まあ、体がちっちゃいんでね、本当選べる服も限られててこれしかなかったです。まあこれをね、ミミちゃん着る練習しよう。冬とかさ、ダウンとか着るんでしょ。寒がりでしょ。なんでこれを着る練習をしてみようかなと思います。ただすぐ噛んじゃうんでね。噛んじゃダメダメ。よし、やってみよう。これをこうだからこっちに、はいはい、噛むんじゃない。よし、あ、ちょっと噛んじゃダメ、噛んじゃダメ、いくよ。はい、よし、いけた。はい、いきますよ。噛まないで。待って、これ腕、はい、腕をもう一片方、待って、はい、もう片方こっち、はいはい、じゃあ起きるよ。はい、よし、来た。はい、オッケーですか。ミミ、こっち見て。そう、噛んじゃダメ。待って、はい、今ちょっと着させたんですけど、これ腕離しちゃうと多分首元にかかってる服を噛み出すんですよね。でこれ前からそういう、ね、ことを気にしてやってるんですけど、そもそも慣れてくんないとね。あ、また噛み出した。ミミちゃん、あ、もう噛むのやめた。よし、さあどうなるか。じゃあミミちゃん歩いてみよう。はい、あ全然歩けないじゃん。なんだ、ソファーが邪魔だ。行くよ。はい、歩いて。ゆみちゃん、それ何してんの。ゆみちゃん、こちらで。尻尾の追いかけ方変だよ、今日。尻尾をかけてんじゃないのか、フックを追いかけてんのか。あ、噛んでる。これはどうやって慣れてもらったらいいんだろう。こら、ゆみちゃん、このおもちゃでちょっとゆみちゃんが来るかどうか動かしてみる。反応しない。お客さん来てるよ。あ、自分で。ずっと気になるみたいで噛み続けますね。ミミちゃん、ボールを上げたらいけるんじゃないかな。はい、ボール上げるから、ここ座って。座って。待ってよ。やっぱミミちゃん、ボールだったら大丈夫。こっち。はい、待って。座れ。こっちだよ。待って。反対側ちょうだい。昨日練習してたの。立って。待って、反対。それちょっと違うね。おかわり。待て、そう、おかわり。よし。ちょっとだけ。美味しいですか？まあ、ボールの時は全然服気にならないけど、食べ終わった瞬間、すぐ気にしちゃうね。あ、気になるね。みーちゃん。はい、ここ座ってください。座れ。カオスしましたね。あー、帰ってきた。うん、ここ座れ。待てよ。おかわり。同じ手なんだけど。よし、次できるかな。はい、もう一回座れ。待て、ミミ、左手からね。左手違う。そう、おかわり。よーし、はい、行こう。
ちょっと今日はかなりゆるい動画だったと思うんですけど、ミミちゃんがね、服着れるように僕も何回も練習させてあげないといけないなと思いながら、ずっとこの調子なんで、なかなかどうしたらいいかなっていうところを考えてるところです。もしなんか皆さんいいアドバイスがあったら教えてくれたら嬉しいです。ミミちゃん。はい。服脱ぎますよ。あ、そうかな。はいはいはい。はい。じゃあ、寝転がろうか。はい。万歳。はい。ハーネスはちょいちょい慣れてきてるのね。服全然ダメじゃん。うん、じゃあ、ずっと噛んでるよ。話して話して。はい。引っかかってる、歯に。はい。はい、取れた。もうないよ。すっきりしたね。ん？まだ服着たいの？これおもちゃだと思ってるんでしょ？ねえ。そんな目、キラキラさしてさ。座れ。待て待て待て、ちょっとあれ、これもうダメだよ、みーちゃん。明日にしよう。やっぱ噛み応えがあるのかなって大好きだもんね、靴下とか。はい、おしまい。みーちゃん、おいで。アースしよう。アースとか音とかできんのにね、よく噛むのは無理か。よし、今日のミミちゃんでした。最近少しずつチャンネル登録をしてくださってる方も増えてきててすごい嬉しいです。動画の更新頻度っていうのもそんなには高くないチャンネルなんですけど、なんか日常でほっこりできるような映像として表現できたものっていうのをこれからも届けようと思うんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。じゃあミミちゃん、終わりますか？まだまだ遊び足りない。もっと映して、もっと撮ろうよ。ねえ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 、私まだまだ元気だから早くここから出してっていう風に聞こえますね。いいよ、みーちゃん、今日はご飯食べてください。あ、僕のお腹が鳴ったんで、僕がご飯を食べます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。やっぱ布が好きなのかな、みーちゃんは。僕は今着てる服、寝巻きなんですけど、しっかりみーちゃんに穴開けられましたね。これと同じように今みーちゃんが着てる服もなる可能性が高いです。そういうおしゃれが好きなの？ダメージ系の。みーちゃんもしかしてオサレ番長？おー、いつまでやってんの？血入れるまで一生やりそうな雰囲気なんで、そろそろ流しておこうと思います。